はい、キャンプやってますか？ユージャク代表の佐藤です。本日はこの間先行告知いたしましたこちらの製品、はい、現在発売中の炭火グリルパン、こちらの製品レビューやっていきたいと思います。実際にこちらの製品を作っている動画の風景に関しては前回の動画で公開行っておりますので、ぜひ先にそちらをご確認いただければと思います。こちらの製品すでに Amazon 先行発売で980円で発売となっておりますので、とにかく今すぐ欲しいという方に関しては動画の概要欄の方からですねお買い求めいただきたいと思います。ただ発売行った後にですねこの動画公開しておりますので、もしかしたらすでに在庫がないよという状況もあるかもしれませんので、その場合はですね何卒ご容赦いただきたいと思います。それでは今日はねこちらの製品に関して詳しくご紹介していければと思いますので、早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけで長らくお待たせしておりました、こちらアルファテックさんとのコラボグッズ炭火グリルパンということなんですけれども、これね実は前回の動画でもお話ししてなかったんですが、実は開発構想を練ったのが、去年の12月とか多分そのぐらいだったと思うんですよね。それからもう早半年経ちましてようやくね、形状にすることができました。まあ、去年12月といえば工場ができたのが9月になりますので、そこからねもろもろいろいろな準備、まあ、引っ越しをして機械の立ち上げも行いましてですね、もろもろものづくりの環境が整ってきたのが、まあ、今年のね、2月とか3月とかそのぐらいの時期になりますので、結構時間かかったように思えて急ピッチでですね製品化ができているという現状でございます。その上でですね、実はこの製品、まあ、前回の動画を見ていただくともういとも簡単にですね鉄板からこの製品が出来上がっている様子、まあ、見て取れるのかなというふうに思うんですが、これ全ては金型ですね。金型を作ったことによってできるようになっているということもあってですね、この金型の開発にものすごいね時間を使っているという感じでございました。今日はこちらの商品の詳細を紹介していきたいと思いますので、実際に、ね、作っている様子に関しては過去動画ね先にご覧いただければと思います。じゃあ早速まずパッケージの方からご紹介していければと思うんですが、まあ、通常ウェブ販売の場合だとパッケージをね作らずにコストを抑えて販売するということもあるんですが、まあ、今回ねアルファテックさんの強い希望もございまして、パッケージの方も制作させていただきました。後ろにはですねこういう感じでアルファテックさんが実際にね YouTube で撮影を行った時の画像とかシーンとかっていうのも入れてねパッケージ作成させていただいております。実際の使用シチュエーション、使用イメージに関しては動画の概要欄の方にアルファテックさんの動画いくつか貼っておきたいと思いますので、そちらね合わせてご覧ください。じゃあねパッケージ開けていきます。はい、まずパッケージを開けていきますと中に入っておりますのが製品本体と、まあ、保証書でございます。で製品の方なんですが、一応ねこういうあのジップのビニールの中に入っておりまして、まあ、これね材質がスチールということもあって空気にね触れていくと結構比較的簡単に錆びてしまう材質になっております。なのでまあ実は結構頭を悩ませていた部分でもあったんですが、でさらにですねこちらにあのラップ巻きにしてありまして、さらにこう空気がね入らないようにしてあります。でその前に防水用の油を塗布した状態でこちら製品として仕上げておりますので、表面少しねこうベタつきがあるようになってます。これはですね保管中にですね、錆が発生しないように、対策を行っているものになりますので、実際ご使用いただく前にですね、中性洗剤で裏面表面ともにですね、洗ってからご使用いただきたいなというふうに思います。それでは具体的な使用の方を解説させていただきますと、まず材質がスチール製となっておりまして、あと寸法なんですが、こちらが長さ方向に約147mm で幅方向に114mm となっております。で高さが約 9.5mm になってまして、鉄板の厚さは 1.2 ミリになります。でこの手の鉄板ってね、だいたいすごいこう極厚な、なんかあのなんとか鉄板みたいな感じで販売されていて、まあ、3ミリとかね5ミリとかそういったものが使われるケースが多いんですが、今回弊社が作ったこの製品に関してはあえて薄くですね、作られております。まあ、この厚さにもですね実はいろいろと理由がございまして、まずね 1.2 ミリのスチール材なので非常にね軽くて持ち運びがしやすいです。また鉄板のこの立ち上がりの部分で
ですね、ここに関しても試行錯誤が実はございまして、最初これのね初期サンプルの画像、まあ、この辺にねちょっと貼っておこうと思うんですが、実はねここの鉄板の角度ってもう15度から20度ぐらいの非常にね角度が浅いものになっていたんですが、まあ、実際のその使い勝手とかを検証していく中で、ここの立ち上がりもうちょっとあった方がいいだろうということで、現在は45度の角度で立ち上がりがございます。またこっちの長さ方向と幅方向に関して、実はこの鉄板のね出代に関しても微妙にね違いが出るようになってます。あと周りね、こういうこの周りの角の部分とかに関しても R の加工がちょっとされていたりとかして、油とかをね切ったりとかしやすいように、注ぎ出しやすいようにですね、加工がなされております。まあ、パッと見ていただくとですね、こちらの鉄板非常に小さいことがご確認いただけるかと思いますが、実はですねこの鉄板あるものにフィットするように製作されております。それというのがこちらでございます。はい、こちらの製品実はキャプテンスタックさんの B6 かまどグリルになるんですが、この幅にですね、なんとこれが、はい、こういう感じで完璧にですね、綺麗に収まるサイズ感に仕上げてあります。というのもこのかまどグリル自体、公式アンバサダーのアルファテックさんが普段ね動画で愛用されている製品ということもありましてですね、まあ、この製品に使える専用の鉄板を開発してほしいというのが、まあ、ことの始まりだったわけでございます。でこちらの製品の名称が炭火グリルパンとなっているわけなんですが、まあ、ここにですねこういった感じで、まあ、網が乗ってくると思うんですが、この上に成形炭だったり、それとも炭ですね、小さな炭を置いていただいて、ここに鉄板を置くことによって、この鉄板の上でですね、グリル調理を行うことを主たる目的として開発を行っております。未だかつてですね、キャンプでのグリル調理にフォーカスした小型の鉄板というのは、私の知る限りおそらく製品化されたことがないということになっているかと思いますので、まあ、おそらくキャンプ市場で最も普及していると思われる、こちらキャプテンスタックさんのかまどグリルに合う形状で、今回のグリルパン製作できたというところに関しては、最もね、ポイントが高い部分なので、ではないかというふうに思います。でこちらの炭火グリルパンなんですが、あるものとの相性も非常によくできておりまして、それというのがこちらですね。はい、これまた有弱公式アンバサダーのやみつきソロキャンプさんと一緒に開発を行いまして、現在絶賛発売中のですね、やみつきチタントングなんですが、これを使ってですね、実はこの鉄板の利便性をさらに上げることができるようになってます。ちょっと使ってみます。はい、こういう感じですね。鉄板のハンドルとしてですね、ご使用いただくことができる設計になっております。はい、この角度などに関しても実はいろいろと計算を行ってですね、使えるようなその角度のポイントというところに関して調整をですね、行っております。その上でこちら炭火グリルパンということになっているんですが、まあ、汎用鉄板としてもですねご使用いただくこと自体は可能になってます。まあ、当然この上にですねこのように乗っけていただいて、まあ、この下で炭だったり、まあ、薪だったり、その他燃料ですね、アルコールストーブだったりですね、そういったものの上で鉄板をご使用いただくということも当然にですね、できるような形になっております。でここにですね鉄板を入れた状態で、さらにこのオプションのプレートですね、これをここにこのような感じで入れていただくと、まあ、シャッターにこれなってるのでこう入れていただくとですね、この中で完全なオーブン状態での調理ができるようになるということですね。アルファテックさんの動画の方とかだとよくね、チーズハイジのチーズパンとかですね、ああいったものを焼いて、調理していたり、おすすめはしいたけにマヨネーズをかけたものとかをこの中で調理を行うというような使い方してました。このね、このオプションのプレートを逆にこういう感じでね、かけてあげると、はい、こういう感じで引き出してですね、オーブンの調理具合の確認とかにもできるようになっているので、非常にね、使い勝手上がるので、この下のプレートはうちの製品ではないキャプテンスタックさんのオプションではございますが、まあ、このねユージャックのプレートをよりね実用的に使うためのオプション品としては、これもね、セットでお求めされた方がいいんじゃなかろうかなというふうにね思います。そして極めつけはですね、こちらの鉄板の、まあ、収納性についてご覧いただきたいなというふうに思うんですが、今ねこれ台に乗ってるんですが、これねキャプテンスタックさんのオプションの、このかまどグリル用のオプションの台になってるんですね。これも含めてこの
純正のケースの中にですね、綺麗に実は収めることができるようになってます。今ここに見えているものすべてが収まるということですね。じゃあ実際にね、この純正のケースの中にすべて綺麗に収めてみたいと思います。でこれを最後に収納ケースに入れていきます。はい、こういう感じですね。この状態でまだ上の方にね、だいたい 3,4 センチぐらい の、 あのスペースございますので、ここに最後このトングの方も入れて、はい、これで綺麗にね、収納することができました。はい、そんなわけでいかがだったでしょうか。まあ、今回ね、こちらアルファテクさんとコラボで開発を行いました炭火グリルパンご紹介させていただいたわけなんですが、最後にですね、こちらの製品のご利用上のご注意点等々に関しても一応ね、お話ししておきたいと思います。まず1点目としましては、最初にこれお伝えしました通り、錆防止のためにですね、防生剤が塗られております。開封時ベタベタしてしまいますので、中性洗剤等でですね、綺麗に洗っていただいてからご使用いただきたいと思います。で、注意点2つ目ですね。2つ目、こちら鉄板の厚さ、これね 1.2 ミリということで、あえて薄めに作ってあります。ということは火にかけたりとかすると歪みがね、出やすいという特性もございまして、まあ、特にシングルバーナーなどで局所加熱が入ってしまうような状況になりますと、特に歪みが出やすいです。場合によってはシングルバーナー仕様で一発目にですね、歪みが出てしまうということもゼロではございませんので、その点はね、ご注意いただきたいなと思います。ただ歪みが出てしまっても鉄板として使えないわけではございませんので、まあ、それを気にしないということであれば、まあ、ガシガシとね、火にかけて使っていただくのも特に問題はないのかなというところでございます。なんでメインの使用用途としては、まあ、グリルパンとして、まあ、炭火の遠赤外線調理であったり、まあ、アルコールストーブのような火力のですね、低い調理器具でのご使用というところで使っていただくと、歪みや反りが出ずにですね、長期にご使用いただくことができるんじゃないかなというところですね。はい、で注意点あと3つ目なんですが、まあ、前回加工の動画投稿させていただいたんですが、あの加工の工程の中でどうしてもですね、この製品の表面に傷がついてしまうケースというのはございます。まあ、多少のねスクラッチっていうところになってくるんですが、まあ、基本的な傷に関してはグラインダーを使ってですね、表面ヘアライン仕上げにはなっているので、まあ、目立ちにくい形にはなっているんですが、まあ、どうしてもね、加工の都合上ゼロにすることはできませんので、まあ、結構ねそのメイドインジャパン国内生産だとわずかな傷の一本も許さんみたいなね、方も中にはいらっしゃるんですけれども、こちらの鉄板自体はまあ980円と安価でね、販売させていただきたいなというところもありますので、まあ、検品基準に関してはある程度ですね、緩めに設定しております。またかまどグリルとかに乗っけたりとかするとですね、傷というのはまあ一発でついてくるようなものにもなってきますので、その程度の傷に関してはまあ使用のね範囲内とさせていただいておりますので、まあ、以上ね、こちら鉄板をご使用いただく上での3つのね、注意点がございますよということをあらかじめご理解いただきたいなというふうに思います。まあ、その上でですね、動画の概要欄の方に商品の購入リンク貼っております。今回ねアンバサダーコラボグッズということもありますので、 Amazon 先行発売というような形にさせていただいております。なんせアルファテックさんのチャンネル登録者数なんと40万人いらっしゃいますので、その上で作っている生産数量自体はたったの数百枚ということで、もうすでにね在庫切れしてしまっている可能性というのも正直ゼロではございませんが、ぜひですねこちらの炭火グリルパン今回気になるよという方に関しては、今すぐ動画の概要欄の方からお求めをね、いただくとよろしいのかなと思います。まあ、なんせ私がね初めて作ったと言っても過言ではない金型になっておりますので、プレスその道40年の師匠と一緒にですね、まあ、あの設計を行って、まあ、実際にね、組み立てたというような金型になってますので、まあ、師匠曰く、まあ、5万発ぐらいでも多分持つんじゃないっていうようなところではありますので、つまり鉄板で言うと5万枚ですね、5万枚分ぐらいのおそらく寿命はあるんじゃなかろうかというところ
用ではありますので、まあ、5万枚ぐらいは、なんとか今回ね販売できたらいいなというふうに考えておりますので、ぜひご検討中の方は動画の概要欄 Amazon の方からご購入お願いします。ただ鉄板の方とかに関してまた今後ね値上げとかしていく可能性というのはゼロではございませんので、ファーストロットぜひ手に入れられた方に関しては Amazon レビューの投稿などにもご協力いただければ非常にね、嬉しいです。今後も有弱ではこういったね製品開発等々頑張って取り組んでいきたいなというふうに考えておりますので、有弱を今後も応援していただけるという方に関してはまたチャンネル登録していただきまして、今後のね開発進捗開発情報等々、ご確認いただければと思います。はい、そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かった、そして参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、そのからある通知設定もオンにしておいてください。有弱の公式 LINE フォローしていただきますと各種新製品情報やお得なクーポン等を配信しておりますので、そちらもね動画の概要欄の方から無料でお友達登録しておいてください。最後になりますが、今回のこちらの製品を実際に使っている動画に関しては概要欄の方にいくつか貼っております公式アンバサダーのアルファテックさんのキャンプ動画非常に参考になると思いますので、そちらね見ていただいてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画を撮っている時点で間もなく40万人登録いくんだってめちゃくちゃ、ね、喜んでいらっしゃいましたので、もしかしたら今登録していただくと40万人目の方にねなるかもしれません。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。日本最大のキャンプコミュニティ、有弱キャンプサロン、キャンプの新しい形をテーマにたくさんのコンテンツをご提供。これからキャンプを始める人も、一人でキャンプを楽しむ人も、ファミリーやグループでキャンプをする人も、すべてのキャンパーが集まる新時代のキャンプコミュニティ、それが有弱キャンプサロンです。サロンメンバーだけの限定グッズ販売、メンバーだけがアクセスできる限定サイトでコスパ抜群の製品を手に入れたり、限定生産のキャンプ用品やアウトレット品が充実しています。会員制のキャンプ場や全国の提携キャンプ場の優待利用、キャンプメーカー直営の有弱睦沢オートキャンプ場や全国に広がる提携キャンプ場がお得に利用できるので、自分に合ったホームを手に入れよう。新製品の先行情報配信や限定割引クーポン、これから有弱のキャンプ用品を一つでも購入する可能性があるなら、キャンプサロンに入会するのが最もお得になる選択肢です。完売必至の新作情報から開発の進捗状況まで、いち早く最新の情報をゲットできるのはここだけです。その他、サロンメンバーだけのチャットルームで交流したり、みんなで一緒に商品企画をしたり、オフ会やたくさんのイベントも開催。自分のペースで楽しみ方も無限大。月額1000円で、有弱と一緒に新時代のキャンプ文化を作りましょう。